富士ボーイのヒヤトです。ということでやってきました、バッテリー7試合連続現地生活ということでね、マコスさんからまたこの紙パックのちょっとねアクエリアスもらいました、はい、ペットボトル入らないんでね、ペットボトル入れないんですよ、そうですよね、紙パックでいいと思ってきてるんですけど、いやありがとうございますね、交流戦終わりの初めてのリーグ戦ということで、はい、バチバチやりましょう、バチバチやりましょう、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、お願いします、アポニッチタイトルで4割2分9厘の細川に気をつけつつ、現在4試合連続ヒット、今シーズンの得点圏4割5分5厘の宇佐美に気をつけつつ見ていきたいと思います。知ってないよあれ数字来ないなと思った、ピロン来る中日行きたいよ、もうええてもういいってカリセイ上野たかしーしっかり送れあおグッジョブ、あー、また、
ちゃんもいけまちゃん、あーあやばいやばい、いやー走ってくれ、うわマジかマジか、いやー中日戦も3割だろ、ゴリー6月4割ギアイでございる、菊池菊池1本、おい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 、仕掛けた勝負の舞台、恐れずに進め、気合い応える勝利の一撃、これ決めろ、キックじゃあ、うーわまーやばい、ワンアウト二塁三塁でゼロ、マジ赤足色と7回を穴無失点や、もう前回登板も7回3穴無失点かぶせん、バケモンはマジで7試合投げても僕連れてゴールバッケバッケバケモン、はいはい、8回もランナー1人出すも松山に抑えられの9回守護神泣いてる、いや9回もなマジで、なあランナー出て葉月の盗塁土壇場2アウト、
初級トーレでチャンスくっつも思います。いやもうバンテリンの勝ち方、これぞ中日バンテリンの勝ち方。トコちゃんも頑張ったよ、7回無失点素晴らしいピッチングで、黒原もね8回は3者凡退を抑えて流れ作ったんだけれども、エッグ今マジで早すぎるやろバンテリンすぎる。カリスティアもう本当に今シーズンホームラン6本中3本がカープ戦、カープギラーすぎる、マジでカープギラーすぎる。カリスティア大量得点、大量得点、大量得点、大量得点とは、大量得点とは、マジで英語でカリスティア。バンテリンでも打率3割1分1厘、地元に強い男。6月の打率もね、これ3割超え、パリーグのピッチャー、レベル高いピッチャーからボコ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 打ってたカリスティ、止まんねえよカリスティ、マジでマスター、あさって怖いよカリスティ、一番のカリスティ、はい、ということでね、今日も声かけてくれた皆さんありがとうございました。で、差し入れくれたメンバーごっさんもありがとうございました。いや明日もね、現地明日もね、1サンダなんでね、なんとか明日こそ勝利掴み取るように頑張って応援していきたいと思います。もう東京から横応募してきて完封負け、はい、ということでね、今日も一日お疲れ様でした。ありすて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 、打ちすぎやろー、ありすて打ちすぎやろー。勝負の舞台